なるほど。なんか地味だな。どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。いや、なんかつい先日10月買ってよかったものをシェアしたと思ったら、もう11月買ってよかったものをシェアする時期になったのかななんていうふうに思いますけども、皆さんいかがでしょうか。まあ、こんな感じでもう本当にあっという間に12月というか2018年平成が終わってしまうと思うとちょっと怖いんですけども、今日もちょっと楽しくやっていこうと思います。で、今回は何をシェアさせていただこうかなって、まあタイトルにある通りなんですけど、11月に買ってよかったものをシェアさせてもらいます。で、今月買ったものをざっと出してみたらですね、まあこんなものがありましたと。これの中で今回はトップ3、買ってよかったトップ3をちょっとシェアさせてもらいます。じゃあまずは3番目からシェアさせていただきます。3番目はこちらです。これは何かっていうと、台所のこう流しの下にトレイみたいなのがあると思うんですけど、そこにかけるネットです。で、これ家庭的な人から見たら、いや、ショッピーまだやってなかったの、今更っていうふうにツッコミが飛んでくると思うんですけど、今更です。はい。で、僕、これ感動しちゃいました。ですね、これない時って、これをつける前っていうのは、汚れとか溜まったら、それをこう、ペッてゴミ箱に捨てるみたいなことをやってたんですけど、これを使うようになってから、ネットを回収するだけで、ゴミがポッと捨てられるっていう、めちゃくちゃ簡単だなっていう。このメーカーじゃなきゃいけないとか、そういうのは全然ないとは思うんですけど、ただこのネットがかなりきめ細かいので、相当、なんて言うでしょう、細かい食べかすとかでもちゃんとキャッチしてくれるっていうので、もう詰まる心配ないですし、たまったものを処分するときはもうネットをペッて外すだけっていう、もう超簡単。これはもう買ってよかったなって思いました。2つ目はこちらのライトです。これはメルカリで買いました。なのでメーカーがどことか全然わかんないんですけど、このライトを買う前っていうのは、この部分ですね、この部分にフロアスタンドっていうのが立っていました。なんか場所取ってるなみたいな、そういう存在感があったんです。威圧感的なものがありました。なので今回これを買って、今はこんな感じでライトをつけてます。で、そうするとこの部屋、ちょっと暗いですけど、そう、こんな感じで、この辺りがやんわりと柔らかくなって、すごい優しい感じになるんです。居心地のいい空間、帰りたくなるお部屋、ヒュッケなお部屋をこうどんどんブラッシュアップしていきたい僕としては、こういった間接照明、優しいライトっていうのは買ってよかったなって思います。で、3つ目はこちらです。そう、これ一見別に必要はないんじゃないかっていうふうに思われると思うんですけど、やっぱあるとないとじゃ全然違うなっていう感じです。これ名前何だったっけな、名前、歩いて3分ぐらいのところに、結構長めの商店街があるんですけど、その中にある、お花屋さんっていうんですか、そういったところに置いてありました。トコトコって歩いてって、パッて目に入って、あ、これいいかもと思って、本当に買ってきたものなので、なんかその必要かどうかっていうのを考えずに買ったものなんです。なんですけど、やっぱ部屋に置いとくだけで、その癒され度っていうか、リラックス度がもう違うんですよ。今まではこの炭土を使った観葉植物、これを置いてて、まあ、これだけでも結構癒されるなって感じがしたんですけど、まあ、今回この2つということで、はい、観葉植物増えましたということで はい、これからどんどん増えていくのかどうかわからないですけど、まあ、ただやっぱこういったものを置くことでものすごいリラックスできるようになったので、こういうのはもう本当買ってよかったなって思います。で、まあ、今月はもちろんその失敗したものっていうのもありまして、今回はこのシナモンパウダーが失敗したなって思いました。で、なんでかっていうと、ある理由でシナモン取ろうと思って、そのシナモンのある成分取ろうと思って、このシナモン買ったんですけど、シナモンを効率よく取る方法は別にチャイティーでよかったっていう話なんですよね。で、このシナモンパウダーって正直どうやって食べたらいいんだろうっていう、そのコーヒーに混ぜたり甘酒に混ぜたりしたんですけど、ものすごいこう浮いてくるというか、混ざんないですよね、このシナモンパウダーが。混ざってくれないので、そう、なのでこれはちょっと扱いにくすぎて買って失敗したなって思いました。 はい、という感じで今月も買ってよかったものをトップ3と、あとちょっと買ってミスっちゃったもの番外編として一つシェアさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。必要か必要じゃないかっていうのをめちゃくちゃ吟味した上で買っているので、もう買ってよくて当然みたいな感じで思ってるんです。なんですけど、その中で観葉植物に関しては、
あ、なんとなくちょっと買ってみようかなっていう、もうひらめきで買って、で実際取り入れてみたらめちゃくちゃやっぱり癒された余計な空間をブラッシュアップすることができたと思っているので、そう、よかったなって思います。で、僕がそのミニマリズムだったり余計な空間を実現して仕事に集中したりとか、どん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 自由になるための環境の一つですから、この動画を見てくれている人にもそのミニマリズムを追求したりとか、キュッケな空間を追求したり、まあもちろんそれでもいいと思うんですけど、それの先にその自由なライフスタイルだったり、まったり過ごせたりとか、ストレスのない生活を送れたりとか、皆さんそこにも向かってミニマリズム断捨離だったり、キュッケな空間を作ってくれればいいのかな、なんていうふうに思いました。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。皆さんは今月買ってよかったもの何がありますか、まあ、もしよかったらコメント欄で書いてみてください。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。